こんにちは、ニャです。ってことで、今月もやってまいりました。魔法石120個もらえるクエストダンジョン。9月のクエストダンジョンの最適性編成紹介していこうと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも通りですね、レベルと同じ数の魔法石がもらえて、全部クリアすると魔法石120個もらえますと。で、これレベル1でエンキドゥかアルラトゥの確定ガチャもらえて、これめちゃくちゃ熱いです。絶対これだけはね、確保して引いてください。私、アルラトゥ欲しくて5000円とか課金したことあるレベルなんで、マジで熱いガチャもらえます。で、レベル5で虹メダル。で、レベル10でレインボーメタルドラゴン5体。で、レベル15までクリアすると、ってか、まあ、レベル15をクリアすると黒メダルがもらえます。って感じになっております。はい、今いつも通りの報酬ですね。はい。それではね、最適性編成紹介していこうと思うんですけど、まあ、いつも通りね、1から順番にやっていきます。で、10までは芝ドラの汎用編成ね。で、8、9が固定チームなんで、8、9は、その芝ドラ編成終わった後にですね、立ち回り解説やっていきます。固定チームのね。で、その後また11から15まで順番に解説していくのでよろしくお願いします。はい。ということで、見てください。どうぞ。レベル1からやっていこうと思います。編成はね、いつも通りの汎用編成でやっていきますね。まあみんなが組んでる芝ドラ編成で十分だと思います。はい。まあ一応ね、私がいつも使っている汎用編成は代用解説はしておきますね。はい。ってことで行きましょう。まずはレベル1、芝ドラ打ってずらして、1階層だよね、多分ね。いつも通りなら1階層。見るの忘れたわ。まあ1階層でしょう。だから多分これで終わりでしょう。よしと。さあ、サクサクと行きましょう。1は終わりと。よし。さあ次、2です。はい。いきます。ちなみにね、クリアできるのは一応確認してあります。はい。レベル2でございます。はい。皆さん、虫竜、4項目吸収関係ないですね。芝ドラ打って、ずらして、ゴーと。よーし。はい。これなんかさ、スキップ機能欲しいよね。はい。なんか最初の方をスキップしてくれる機能欲しいね。前回の、この月食やってたら、スキップさせてくれるみたいな。そういうのあったらいいのに。はい。ということで、芝ドラ打って、で、ずらしてと。レベル2は多分2ステージで終わりだから、これで終わりのはず。はいと。よし。はい、これで突破していきましょう。よし。はい。さあ、次です。はいはい。さあさあ、次ですよ。次はレベル3ですね。はい、レベル3と。いきます。レベル3です。はい。さあ、レベル3から3ステージですね。はい。さあ、消耗戦でございます。芝ドラ打って、はい、ずらしと。よし。まあでもこの最初の方がないとしんどいやつしか残んないから、まあこういうのもあってもいいのかもね。って思い直しました、今。なんか、しんどいやつばっか、レベル11からだいぶしんどいから、まあこういう簡単なやつもないと、あれかもしんないね。はい。ちょっとしんどいかもね。月食やるのが。はい。ってことで、最初にね、体が思い出すよ。これやってね。あ、今から月食やるんだって。思い返して、で、ここで、やってから難しいやつやるといいって感じかな。はい。いきます。私これ何でやってたかっていうと、あれでやってたね。家系ラーメンでやってたね。はい。今から家系ラーメン食べますよって体に伝えるためにご飯注文した時に、あの、卓上のキュウリの漬物を一口食べることによって、今から体の中に家系ラーメン入りますよって伝えてた。はい、OK です。ってことで突破していきましょう。全然関係なししちゃった。はい、OKOKOK。よしと。さあ、これで、レベル3終わり。次レベル4です。いきます。はい。よし。ゴー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 。はいはいはい。よし。レベル4です。腰丸ファンタジーです。はい。4項目吸収は関係ありません。はい。てかさ、地味に、神結びとジョナさんずっとこのメンツなのすごいね。はい。いるかもしんないけど、もっと強い芝ドラリーダー。これでいいもんね。しばらく更新されてないね、芝ドラリーダーが。はい。まあ、ジョナさんはコラボだからしんどいかもしんないけど、神結びは自社コラボだしね。頑張ってるよね、だいぶ。はい。よし。さ、じゃあ芝ドラ打って、ずらしてと。よし、OK です。さあ、これで突破していきますと。はい。はいはいはい、落ち込んのって、これで突破です。はい、よし。さあ、次です。続いて、ボスバトルです。はい。よし。さあ、じゃあ花火崩して倒していきましょう。よしよしよし。これもうすぐレベル5だから折り返しと見せかけて、8、9が固定チームだから、もうほぼ終わりないよね。はい。いきます。はい、ずらしと。よし。はいはいはい。10コンボ、はい、突破していきましょう。よし。さあ、ちなみにね、固定チームの方は、レベル10まで一旦終わらして、で、このね、汎用編成代用解説やってから、やろうかな。はい、レベル8、レベル9ね。よし、ってことで、レベル5です。いきます。はい。よし。レベル4が折り返しか。よしよしよし。はい、3ステと。消耗戦、消耗戦。はい。やっぱりでも、欲しいな。
最初からクリアになってるやつ。はい。まあ、早いからいいけど、早いからいいものの、やっぱり欲しいな。はい。よしと。さ、殴っていきましょう。落ち込んだしばっち使ってもいいんだけどね。もしも HP が足りなかったらと思って使えないけど、まあ使ってよかったかな。はい。よし、ジョーカーショータイム。はい、しばドラ撃ってと。はい、ずらして倒していく。はい。はいと。よしよしよし。さあ、走り抜けていきましょう。よーし。はい、突破。さあ、次です。次は、はい、ボスです。ボス、あ、見るじゃん。無効貫通か、じゃあ。無効貫通か、無効貫通だ。じゃあ、ジョナさんだ。はい、ジョナと。よし、じゃあ、ジョナずらしていっか。はい、オッケーでーす。倒していきましょう。はい。はい、オッケー、突破です。さあ、レベル6です。はいはい。よし。666。いきます。はい。さあ、順調に進んでおります。4階層になってる、いつの間にか。今からか？ここからか？ロックは関係ないです。花火ロック解除なので。ロック解除花火なので。ロック解除花火ずらし。はい。よし、いきます。はいと。よーし、よしよしよし。いや、あ、落ち込んが。落ち込んだしバッチだったらこんなことはなかったのに。はい、オッケー、突破です。さあ、次。次は、二階層と、はい、しばドラ打ってずらしていきましょう。90パタテだ。まあ、関係ないでしょう、多分。オッケーオッケー。はい、しばドラ、ずらしと。どうだろう、90パタテ無理か？いや、いけるやろ。あ、でもこっちダメージ吸収洗剤だからな。上限解放じゃないからきついか？なことはないと。はい、オッケーです。さあ、次。次は3階層と、はい、しばドラ打ってずらしていきましょう。はい。これさ、一応6階上残しとくか。はい。君にできるかな？ 7 コンボ吸収だから花火にするわ。はい。よし。花火崩せばね、7コンボ吸収超えれますからね。はい。よしと。4、5、6、7、8、9、10、11。はい。OK です。じゃあ突破していきます。はい。さあ、ボスです。まあ、ボス6来ても別にね、大丈夫でしょう。はい。さあ、ゼウス・マーキュリーか。君。はい。水6目覚め。ダメージ吸収です。ダメージ吸収はスキル打ちます。はい。まあ、ダメージ吸収せずなんだけどね。はい。今スキルあるんで打ちます。はい。のしま、打たなくても多分大丈夫でしょう。はい、オッケーです。では殴って突破していきましょう。おしまい。はい、オッケー。さあさあさあ。ということで、はい。よし。レベル7、行きましょう。はい。固定チームのラストですね。固定チーム前のラスト。はい。行きます。あれ、なんか今回スタミナ減り早くない？あれかな？いつものスタミナ限界みたいなやつがないのか。7コンボ吸収だ。あ、じゃ6コンボ吸収だ。毒目覚め。はい。よし、コンボ数大丈夫かな？ 1、2、3、4、5、6、7。あ、大丈夫だった。7コンボ吸収がやばいな。初手の7コンボ吸収だけ枝豆がないからやばいんだけど、6コンボ吸収は平気だね。はい。さあ、2手です。はいはいはい。名前なんだっけお前。エルメイクだ。エルメイク。はい。さあ、シバドラ、撃って殴っていきましょう。よし。シバドラ、6解除。で、ずらしてゴーと。よし。はい、オッケーです。これで突破していきますと。よし。はいはいはい、オッケー。さあ、続いて3階層。いざ参る。はい。さあ、ミキニ。はい。うわ、10コンボ吸収じゃん。9コンボ吸収か。はい。花火。でもずらして多分いけるよね。さっき11コンボだったもんね、これで。はい。4、5、6、7、8、9、9、10、11。あ、オッケー。よし。突破していきましょう。はい。オッケー。さあ。ってことで、ラスト、ボスでございます。はい。うわ、ちょ、待って、お前、だる！マジ？そんな、え、こリーダー変身でしょ？あれ、しない？する？しない？あ、しないかも。明日は。うわ。体力ドロップ消さないといけないや。はい。よし。まあ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 、いけるやろ。よし。無効貫通しばドラでぶっ飛ばしていきましょう。ちょっとだるいね、こいつ。頼むで。まあ、いけるいけるいける。あ、いけるね。よし、OK です。びっくりした。こんなとこで積むかと思ったわ。危ない危ない。OK です。さあ。ってことで次。はいと。よし。次は8、9固定チーム飛ばしてレベル10行きましょう。はい。まあ、レベル10だけね、今一瞬気づいたかもしれないけど、クリア済みです。なぜなら確認したから。はい。レベル10クリアできればね、だいたい勝てるから、レベル10だけね、私は確認するようにしてますね。はい。よし。さあ、じゃあシワドラ打って、んで、はいと。10連撃って、覚醒無効を解除。ずらして突破していきます。はい。オッケー、突破です。さあ、続いて。続いて2階層です。はい、実力見せてもらおうかってことでね。はいと。
さ、盾張ってますが、シバドラ花火ずらしで倒していきましょう。はい、シバドラ。よし。ずらしと。はい、オッケー。よーし。はい、突破していきます。はいはいはい、オッケー。さあ、続いて3ステです。はい。ここね、ダメージ吸収じゃなくて属性吸収が2ターン必要です。はい。あ、でも、あれですね。今回いらなかったですね。はい。じゃあこのまま倒していきましょう。火吸収のね、火の属性吸収来る場合もあるんで、そしたらね、これリーチで溜めてあげて、で、あ、今次溜まりますんで、はい。一旦耐久してから突破がいいですね。はい。まあ、今回は火属性吸収じゃなかったんで、大丈夫です。はい。によしと。さ。ムーンライトシェル。はい。さ、はい、シバドラ撃ってずらしね。ちなみに一ターン回すとロックしてくるんだけど、リーチが6回じゃるから、そこも問題ないし。はい、オッケーです。さあ、ってことでラストボスでございます。はい。さあ、マッハね。はい、レイジングシフト。はい、シバドラずらし。これでおしまいです。はい。よし。はい、はい、おしまいです。うん、いいですね。ということで、1から10の固定チーム8機を除いたものでございました。では続いてね、この範囲4編成の代用解説をやった後に、8機固定チーム立ち回り解説やっていこうと思います。本体の6体はこの6体ですね。正月神結び、普通の水神結び、しばだらしばだらしばだら、ジョナサンですね。で、まあ一応ね、私が使ってるやつはこれなんだけど、まあ別にこれじゃなきゃダメってわけじゃなくて、普通にね、アシスト聴覚性潜在バッチャーはお好みって感じになってます。で、まあ一応考え方はここに書いてあるって感じですね。まあ一個ずつ見ていきましょう。まずバッチャーは基本的に HP おすすめですね。まあ HP あった方がいいから、そりゃそうだよね。まあ、落ち込なしとかでもいいけど、まあ HP いいでしょう。で、必要付き分は17ですね。これ17は何かっていうと、まあそのしばだらの、変身が17ターンなんで、まあ、少なくとも17は必要かなってことで17です。もちろん多くてもいいですね。遅延もらうかもしんないからってことで、18とか19とか20とかにしとくのは全然いいかなと思います。で、本体代用のための役割なんだけど、正月神結び。これは決内覚醒無効回復が役割ですね。持ってるシバドラリーダーに、まあ、10連とかアシストして、まあ、ね、役割交代しても OK ですね。アシストと交代するのも全然 OK です。で、聴覚性ね、これ書いてないんだけど、聴覚性 7C がおすすめですね。やっぱ火力はあった方がいいんで。でもスキブでも OK です。スキブ足りない場合はスキブにするのもありですね。で、潜在は基本的には、まあ、リーダーで使うんだったら、遅延2のリーダー遅延がおすすめかなって感じになってます。まあ、こんな感じですね。私はこう同じですね。10連つけて、7C とバインド、バインドじゃないや。7C と、リーダー遅延と遅延2つけてます。で、大体ね、これ私はなんだけど、汎用パーティーに関しては、本体と武器、役割同じにしてます。で、続いて、はい、水神結びですね。水神結びはダブル吸収枠ですね。ここ、エースとかでも OK です。で、スキル軽いキャラにレイベンとかの軽めのダブル吸収継承でも OK ですね。まあ、さっきと同じですね。まあ、裏で役割を持たせると。で、上杉とか継承するのも全然ありです。で、聴覚性は私は 7C で使ってます。やっぱ火力は正義なんでね。ただ、スキブも持ってるんで、まあ、スキブ足りない場合はスキブにするのも全然いいかなと思います。で、潜在は、まあ、遅延2と上限がおすすめかな。まあ、あと、毒目覚めとかでもいいけどね。どっちでもいいけどね。まあ、上限がいいかな。火力が正義だと思ってるんで、まあ、上限でもいいし、まあ、上限もったいないとかね、嫌だなって人は、全然毒目覚め体制とかでもいいかなと思います。で、続いて、ジョナサンですね。ジョナサンは、まあ、これ、無効貫通スキルが役割ですね。持ってるシバドラリーダーにね、無効貫通スキル継承で全然 OK です。まあ、レオとかね。で、聴覚性は 7C がおすすめですね。同じく火力です。で、バインドは一応こいつで聴覚性持ってるから、武器の自由度を上げるんだったら、バインド聴覚性にするのも全然ありです。バインド聴覚性にするとですね、まあ、自動回復ね、これ、ジャンヌダルク使ってんだけど、私はね。ジャンヌダルクがバインドと自動回復6なんだけど、持ってない人も結構いると思うから、そういう人はね、ジョナサンをバインドにして、裏にね、リンリンの手配書とかつけると自動回復できるかなと思います。で、武器の役割と代用候補なんだけど、一応ね、まあ、私が使ってるこの編成も見ながら見てほしいんだけど、正月神結び、ここの継承はですね、これバインドと消せない覚醒無効回復を使ってます。バインドと消せないバインド覚醒無効回復ですね。で、まあ10連がおすすめです。まあクリスマスサマドラとかだと、まあ L 字もつくからおすすめですけど、まあ10連でいいかなと思います。HP も漏れるしね。です。で、水神結びの継承ですね。これはバインドとダブル吸収です。さっきも言ったけどね、まあ、本体と武器は役割揃えるようにしてるんで、まあ、バインドとダブル吸収になってます。バインドないからね、バインドは必要ですね。で、闇リーチを使ってます。バインドとスキブがあるから闇リーチですね。スキブで作用してるだけだから別に闇リーチは他のリーチでもいいですね。スキブ足りなくなると思うから他で補ってください。で、続いて、シバドラに継承のこの3つですね。まあ、私はジャンヌダルクつけてるんですけど、持ってない人結構いると思います。まあ、バインドがあればいいんですよ、シバドラの継承は。なくてもいいけどね。まあ、バインド来た時にも汎用パでバインドないとバインド食らっちゃうから、まあ、汎用パでするんだったらバインド持っといてほしいから、私はバインド武器を推奨してます。
ジャンヌダルクは一番良くて、バインドと自動回復持ってるから、まあいいかなと思ってるんですけど、それ以外だとね、アマコズミとかで HP 持っとくのもいいかなと思います。まあ自動回復しない前提で、もう HP でね、ゴリ押すっていう作戦。HP がいっぱいあればね、どんなに攻撃を受けてもまあ大丈夫なんで、HP を盛るってことで、アマコズミとかのバインドチーム HP 持ちをつけるのもいいかなと思いますね。思いますね。で、あとはですね、マドゥとかウルフとかつけて、軽く盛りとかするのも全然いいかなと思います。で、なんか書いてあるけど、ジャンヌダルクない場合は、ジャンヌダルクない場合は、HP 盛りがおすすめですね。で、続いて、ジョナサン継承のところです。これ、エリオがついてます、エリオ。これは、バインドと、無効貫通スキルが役割ですね。まあ、エリオがついてて、今、L 字つくからエリオつけてるって感じですね。あとね、無効貫通2ターンなんで、ジョナサンと同じだから、ジョナサンの裏溜まっちゃってたとしても、別にエリオだから、同じだからいいよって感じですね。で、もしね、これ、ジョナサンさっきも言ったんだけど、超覚醒バインド持ってるから、超覚醒バインドにしてる場合は、ここのね、継承のバインドがなくなるんで、重度は高くなります。で、さっき言った通り、ここにね、リリンの手配書とかつけることによって、自動回復、こっちのシバドラじゃなくて、こっちで自動回復するっていう作戦も全然ありますって感じになってますね。はい、ということで、まずはレベル8固定チームからやっていこうと思います。はい、リーダー、レムーでございます。いきます。はい。で、まあ、こちらの編成ですね、見ての通り、無効貫通組んでいく編成となっております。はい。で、変身時ね、これ、二色陣あるんで、片方ずつ変身がいいですね。まずはリーダー変身して、で、このまま無効貫通組んであげてください。はい。せっかくね、陣してくれるんで、はい、いいですね。こんな感じで、殴っていきましょう。はいと。よし。さあ、これで突破していきます。はい、オッケー。さあ、続いて2階層なんですが、ダメージ吸収きますので、ここで、こちら、ギルガメッシュ打ってあげてください。はい。さあ、ロックも関係ないですね。ギルガメッシュがロック解除してくれて、で、レムーを打ちます。はい、レムー打ってと。で、あとは無効貫通組むだけですね。はい。さあ、ここも無効貫通組んであげてください。はい、OK です。よし。あ、もう一個も組めたな。まあ、いいか。よし。まあ、吹っ飛んでいくでしょう。はい、OK です。これで突破していきます。さあ、続いて、3階層。はい、こちら、覚醒無効来ますので、ソニア打ってあげましょう。はい。さあ、この毒花火もソニアで返せますね。はい、ソニア打ちます。そしてね、ルーレット、レムーで返せます。はい。これでもすべて返したことになりますね。あ、さあ、では無効貫通組んであげましょう。はい。さあ、これでいいですね。はい。しっかりと無効貫通組んで、ぶっ飛ばしていきましょう。はいと。よし。はい、オッケーです。突破していきます。さあさあ続いては4階層ですね。はい。さあ君はアストレアですね。さあ殴っていきましょう。よし。こっからね、レムループなんでレム打ってあげてください。で、盤面悪かったら揃えてあげるといいですね。はい。よし。まあ、なるべく揃えると、まあ、全部じゃなくていいけど、はい。これができっか。火いっぱいあればいいよ。って思います。はい。オッケーと。さあ今指も伸びるからね、スキルでね。よし。よーし、オッケー。さあ、無効貫通組んで、あとは適当に組んであげてください。おいでいいね。一応全部組んどく？はい、オッケーです。無効貫通と全力コンボ。はい、ぶっ飛ばしていきましょう。よしと。はい、オッケー。さあ、ぶっ飛ばしていく。さあ、ってことでラストでございます。はい、ラスト、ボス。はい、こちら。なんだっけスクルトでございます。行きましょう。よし。さ。はい。あ、待って。あ、火取っとけばよかったか。まあ、いいか。思いっきり殴るんで、一旦撃ちますね。おでん。これいつ撃ってもいいですけど。はい。よし。まあ、一旦殴るぞって時に撃ちましょう。よし。あ、待って、火欲しかったんだけどな。光、闇、あ、いいですね。よし。さあ、ぶん殴っていきましょう。よしよしよし。はいと。よーし、殴っていきまーす。はいー、よし。さあ、今吸収されたな、シレット。はい。さあ、ギルガメッシュ撃ちましょう。はい、ギルガメッシュ撃って、これ、いらないね。はい、いらね。よし。さあ、では行きましょう。よし、火は取っといて。はい、無効貫通を組みたい。素晴らしい。よし。これ火にしよう。よーし。いいですね。お水。あ、まだずれてる。よーし。
間に合わないかもね、闇。まあ、ずれてたからしょうがないね。はい、OK です。まあ、倒せるでしょう。はい、OK。よし、コウバカさんも入って、これでおしまいです。はい、OK。ってことで、レベル8終わりで、続いて、レベル9やっていきましょう。さあ、ってことで、続いて、レベル9固定チームやっていこうと思います。昔の編成ですね。指5秒です。頑張りましょう。はい。ってことで、まず1回そうなんですが、ここは闇の全体組みながら殴っていきましょう。OK です。まあ、こんな感じでね。はい。今闇いっぱいあったからいいけど、なかったらね、シンプルに2パンになります。攻撃を受けれます。はい、OK。続いて、ポイズンブレスってことでね。はい、ここもガンガンスキル打っちゃいましょう。はい。毒は闇に変えて、で、殴っていきます。ちょ、パズル。OK ですね。はい。まあね、最大コンボは組めないと思っていいです。指短いんで。はい、OK。殴っていきます。いい、よしと。さあ、で、一旦闇ためタイムです。闇ためためためタイム。はい。よし、オッケー。よしと。あ、闇落ちてきたわ。まあいいでしょう。落ちてくんなら別にいいよ。列が欲しいんだけどね、本当はね。はい。本当はね。よし、ゴッドガイアブレスも受けれるんで大丈夫です。闇は消さない。はい。よし。あ、一列あるね。よし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 。さあ、しかも回復もできました。素晴らしい。さあ、では殴っていきましょう。はい。よーし。さあ、組み直しは危険なんでおやめください。はい。ってことで、これで倒せませんでした。まだでした。はい。ちょっと毒が邪魔なんで、一旦毒消して、はい。闇を呼びましょう。OK。よし。あとちょっとの、あ、でもいいですね。こんだけ闇があれば倒せるってことでしょう。あ、倒した？え、何で倒したの？まあ、いいか。はい。遊んであげるってことで、こいつ遊んでくれるんで、はい。毒かけてください。毒かけないと、こいつ倒すの、めんどくさいです。はい。毒すれば、すぐ倒せます。プレミア全部解除しといて、と。よし。しかも闇が6個ある状態。素晴らしい。はい、突破です。さあ、続いては4階層です。4階層3ターン待ってくれるんですけど、3ターンじゃ物足りないんで、適度な撃っちゃいましょう。で、一旦これ一列組めるから、このままの盤面に行くね。はい。よし。ここ生成スキル使うの全然ありです。はいと。さあ、白身4コンボです。削っていきます。よし。さあ。まあ。結構余裕あるので、はい。火力にね。なので、はい、待ちましょう。やばくなったら生成スキル使うけど、ボスでも生成スキル使いたいから、はい。まあ、なるべく温存して突破できるといいねって感じ。よし。さ。ちょっと待ってね。それまずいね。はい。列組むのって結構むずいよな。によし。さ、削っていく。ソニアはね、ここで撃っちゃってもいいです、正直。はい。できれば温存したいけど。はい。さ、一列と。よし。あと2でしょ？ちょっとやばいんでソニア撃ちましょう。こういう時にソニア撃ちましょう。はい。やばくなったらすぐソニアです。はい。はい。分割してと。さあ。はい。これ分割したから2列じゃなくなっちゃったわ。それはちょっと頭悪いかもしれん。まあいいか。よし。これで突破です。ということです。はい。ドゲドゲドゲって言ってます。はい。さあ。ここはね、あんま打ちたくないけどな。あんま打ちたくないけど行きますか。いや、ここは一旦待とう。はい。回復しながら一旦待ちます。で、ちゃんと敵が毒作ってくれるんで、毒作ってくれたタイミングで、これ、はい。闇作りましょう。このルシファーじゃないわ。ヴァンパイアの、あれね。ヴァンパイアで、ここです。このタイミングで、撃ちます。はい。で、エンハンスもかけます。はい。で、死ぬんで、このままだと、回復に変えます。オッケー。完璧じゃない？いや、盤面いいね。はい。では。素晴らしい。はい。2列。まあ、3列は無理でした。ああ、闇の落ち込み2個来た、今。あっつ。それはワンパンです。ナイスって感じで終わりです。はい。ってことで、続いて、レベル9、レベル8の固定チーム立ち回り解説終わったので、レベル11ですね。難しいところの最適性編成紹介していこうと思います。見てください。どうぞ。はい。ということで、レベル11からやっていきましょう。まずはですね、リダフレ変身します。で、雪村撃って、カリンドラゴン撃って、アイアンマン撃って、で、ウルフデイトラン2体変身して、
で、パティ打ってね、削っていきましょう。はい、リダフレ変身。で、はい、雪村打って、カリンドラゴンも打って、はい、で、アイアンマンも打ちます。はい、アイアンマンと。これでね、リダフレ変身できるんで、リダフレ変身して、はい、で、最後ね、パティ打って、はい、で、ウルトナ上がってくるから、ウルトナループしていきましょう。はい、こっからはですね、ウルトナと、あと、アレンドですね。ループしていきます。はい。で、殴っていきましょう。でね、最初、1回層目はですね、超根性を持ってる敵がいるので、2パンになります。で、2パン目ね、こいつ超根性後に覚醒無効してくるんで、覚醒無効はレギンレイブ上がってきてるので、レギンレイブ打ってください。はい。さあ、ここですね、覚醒無効来ますので、レギンレイブ打って、覚醒無効解除。はい。で、ウルトナ打って、突破していきましょう。はい、行きます。はい、さあ、四つ消し。はい。でね、ロック来てるんで、一応ロック解除もしておきます。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。はいと。よし。よしよしよし。はい、これで突破していきます。さあ、続いて2階層です。2階層なんですけど、こちらですね、属性吸収来ますので、パティが必要になりますので、パティ待ちましょう。はい。さあ、攻撃デバフ来て、ウルトナを打って、はい。さあ、行きます。はい、四つ消しして。まあ、一応ね、これ光の四つ消しで削れはするんですけど、まあ、突破には至らないので、まあ、結局パティが必要になりますね。はい。さあ、こんな感じで削れはするんですけどね。はいと。さあ、マイナス目覚め攻撃を受けて、ウルトナを打って、まあ、非三消しとかでね、削ろうと試みてもいいんですけど、まあ、結構きついと思ってください。はい。非吸収がね。はいはい。ということで、これで待っていきます。はいと。よし。はい、待ちです。よし。で、また攻撃を受けましょう。はいと。よし。ウルトナ打って。はい。さあ、アレンドもループして。で、これでデバフは返せたけど、どっちみち火のエンハンスかかっちゃってるからね。さあ、ってことでパティ溜まったので、パティ打って、ウルトナ打って突破していきましょう。さあ、行きます。パティからのウルトナ。はい、行きます。はい、四つ消し。四つ消しと。はい、OK ですね。さあ、これで突破していきましょう。よしと。はい、OK です。突破していきます。さあ、ということで続いて3階層ですね。指現象を注意してください。で、ワンパンしていきましょう。はい、ウルトナ打って。はいと。さあ、四つ消しで殴っていきましょう。四つ消し。四つ消しと。はい、OK ですね。よし。はい。これで突破していきます。さあ、続いては4階層ですね。4階層を普通にワンパンしてください。はい。さあ、攻撃を受ける。ウルトナを打って。はい。殴っていきましょう。さあ、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK ですね。さあ、で、突破していきます。はいと。はい、OK です。さあ、ということで5階層、ボスでございます。ボスね、超根性を持ってるので、超根性まで削った後にもう一回、カリン、ドラゴン、撃って倒すって感じになっております。はい、行きましょう。さあ、で、ロック目覚め来てるんでね、L 字必要です。はい、ウルトナを撃って、はい、光は L 字ですね。はいはい、光で L 字組んで、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。さあ、殴っていきましょう。光ね、3個残しとくと L 字組める可能性が上がりますね。後でね。はい。ということで、削ります。はい、OK です。さあ、で、超根性が無効貫通くるんで、ここはカリンドラゴン打ちましょう。耐えられますかってことでね。はい。さあ、攻撃も受けましょう。よし。さあ、では、ウルトナ打って。はい。で、あ、カリンドラゴン打ってないですね。一旦 L 字でアシスト無効回復してますね。はい、一旦待って。はい、あ、90% 立てですね。すいません、90% 立てだったんで、一旦待ってから、はい、カリンドラゴンを撃って倒しましょう。はい、いきます。よし。さあ、では今度こそ、カリンドラゴンを撃って、で、ウルトナ撃って、で、倒しましょう。はい、いきます。よし。はい、行きましょう。四つ消し、四つ消し。んで、はい、四つ消しと。はい、OK ですね。これで、はい、今度こそ本当におしまいでございます。はい、OK。ってことでよかったら、感想じゃないや、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、内容解説、やっていこうと思います。
いつも通り代用の前に編成紹介すると、ウルトラにマサムネ、アレンドにアイアンマン、パティにメイメイ、レギンレイブに雪村、カリンドラゴンにセツナ FCA、ウルトラにマサムネです。必要 HP は150万ですね。アシスト無効に注意してください。で、必要スキバは27、バッチは HP です。リダフレ逆はね、OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が11個、封印と雲と角色泥鏡が必要です。マサムネ、こちらマシンキラーと攻撃キラーとウェイが役割で、火力注意して火力盛りで OK です。学園アテナとか、ミカゲ、ハルク、アキレウスとかで OK ですね。続いて、アイアンマンです。こちら、スキブとチーム HP と雲と2ターンヘイストが役割ですね。スキブ HP、雲に注意して、ヘイストで OK です。同じく雪村、こちら、封印とチーム HP と2ターンヘイストが役割ですね。封印 HP 気をつけて、ヘイストで OK です。アイアンマン、雪村ともに内容は、10連メビウス、徳川和也、マーメイド、ボンドとかで OK です。続いてメイメイ到達ですね。こちらスキブと引き光闇泥鏡とダメージ無効が役割ですね。これ交換者のキャラです。スキブとか弱化注意してダメージ無効で OK で、アマージュとかフローディア、ヒム、エイセイ、ウルザとかで OK です。続いてエクシアです。こちらスキブと非水気泥鏡と3色とダブル吸収が役割ですね。スキブ火力弱化ヘイストに注意して自由枠です。ウルトラとか正月リーチ、ミオンとかで OK です。続いて本体代用のための役割です。カッコの中レア度ですね。まずアレンド、こちらスキブにね、チーム HP とレア度6とロック解除と軽減とエンハンスが役割です。スキブ HP、ロック、攻撃現象に注意して軽減ループで OK で、ギレオンジュラとかチュー、タロウ、セッカ、ラビリル、グリゴリー、ミナカナシ、ニューガンダム、ミズアテンとかで OK です。続いてパティです。こちらスキブにね、チーム HP と L 字とレア度8と2ターンヘイストとロック解除陣とダブル吸収が役割です。スキブ HP、L 字、ロックに注意してダブル吸収で OK で、ブチャラティとかナミ、ヒドーナ、リュウ&ケン、アウズンブラ、ロイド、ギルガメッシュクルとかで OK ですね。あと水グレモリとかで OK です。続いてレギンレイブですね。こちらスキブ6でレア度7で消せない覚醒無効回復が役割ですね。スキブ暗闇帯弱化注意して消せない覚醒無効回復で OK で、ミリエラとかビオーネ、マルコ、あとは読めないやつ、アーニャ、レオナ、アルラウネとかで OK です。あとね、オデドラとかで OK です。続いてカリンドラゴンです。こちらスキブリで火力枠でレア度9で2ターンヘイストとロック解除と無効貫通が役割ですね。こちら交換所のキャラです。スキブ火力ロック注意して無効貫通で OK で、ジンとかアメノムラクモ、キシベロハン、カーズ、ポルナレフ、トール、ロイド&フィオナ、デイトナ、リョーマとかで OK です。はい。ということで以上です。続いてレベル12やっていこうと思います。さあ、ってことで続いてチャレンジレベル12やっていこうと思います。まずはね、リダフレウルフデイトナ変身して、アイアンマンカリンドラゴン撃って、サレーネ撃って、ウルフデイトナ2体変身していきましょう。はい。さあ、いきます。さあ、リダフレ変身。はい、変身して、で、アイアンマンを撃ちます。はい。で、カリンドラゴン撃ちます。で、サレーネ撃ちます。はい。さあ、スキルターンプラス1なんでね、7ターンヘイストが必要です。で、リダフレ変身して、で、パティ打っていきましょう。はい。よし。で、殴っていきます。はい。はい、OK ですね。四つ消しで殴っていきましょう。よし。はいはいはい、OK です。これで削っていきましょう。はいと。よし。超根性まで削ります。HP は回復します。で、攻撃を受けます。で、こっからですね、ウルトラ溜まってくるんで、ウルトラ撃っていきましょう。まあ、ウルトラループではないですね。3ターンになってるんで。はい。よし。さあ、ではね、殴っていきましょう。で、盤面にね、火、水、光あるときは、盤面で殴ると、ウルトラ温存できるんでね、いいですね。はい。ってことで突破していきます。はい、OK。さあ、続いては2階層です。2階層、ウルトラ撃って倒していきましょう。はい、見るがいいってことで、いきます。はい。さ、ウルトラを撃って、よし。さ、火四つ消し、水四つ消し、光四つ消し、水四つ消しと。はい、OK ですね。さ、これで殴って突破していきましょう。はい。いいよしと。さ、水欠損ですね。はい、突破していきます。さ、続いて3階層です。3階層ね、まず一旦1コンボしましょう。はい。ゆっくりしてくださいねってことで、はい、毒目覚め来るんで、で、覚醒無効ね、これ、はい、来るんですが、ここ1コンボで OK です。適当に1コンボと。よし。で、レオナで覚醒無効解除して、で、ウルトナ撃って倒していきましょう。覚醒無効解除、ウルトナ。はい。
よし。じゃあ水を告げしして。はい。光を告げし、火を告げしと。はい、OK です。これで突破していきましょう。はいと。よし。はい、突破です。ということで続いて4階層です。はい、4階層なんですけど、ここで城の内打ちましょう。で、1コンボしていきます。はいと。さあ、では開きます。ここで城の内。はい。で、1コンボしていきましょう。よし。さあ、ではね、カリンドラゴン打って、ウルトナ打って、殴っていきましょう。さあさあ、いきます。さあさあさあ。はい、光を告げし、水を告げし、火を告げし、水を告げしと。はい、いいですね。よし。はい、これで突破していきましょう。よし。はいと。はい、OK。突破していきます。さあ、ってことでラストボスでございます。ボスね、珍しく超根性を持ってないんで、このままワンパン可能です。はい。さあ、では、ウルトナ打ってぶっ飛ばしていきましょう。はいと。さあ、ウルトナ。さあ、で、四つ消ししてね、殴っていきましょう。火四つ消し、光四つ消し。はい、OK です。よし。よしよしよし。はい、OK。ってことで、これでぶっ飛ばして、おしまいでございます。はい、OK。ってことで、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。続いて、立ち回りタイムを見せていこうと思います。こちらです。はい。続いて、代用解説、やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、ウルトナに、マサムネ、城之内に、アイアンマン、パティに、メイメイトータス、レオナに、サレーネ、カリンドラゴンに、刹那 FCA、ウルトナに、マサムネです。必要 HP は130万、必要スキブ29で、バッチは HP です。リダフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が11個、封印と雲と角色ドル強が必要です。マサムネ、こちらマシンキラーと攻撃キラーとウェイが役割で、火力注意して火力盛りで OK です。学園アテナとか、ミカゲ、ハルク、アキレウスとかで OK ですね。続いてアイアンマンです。こちらスキブとチーム HP と雲と2ターンヘイストが役割です。スキブ HP、雲注意してヘイストで OK で、10連とかメビウス、徳川和也、マーメイド、ボンドとかで OK です。続いて、メイメイトータスですね。こちら、スキブとキー光、闇泥鏡とダメージ無効が役割です。交換所のキャラですね。スキブ弱化注意して、ダメージ無効で OK で、アマージュとか、フローディア、ヒム、エイセイ、ウルズだとかで OK です。続いて、サレーネです。こちら、スキブと3ターンヘイストが役割で、スキブ注意して3ターンヘイストで OK で、ノフラミンゴとか、鬼十字郎、イリエ、遊戯、オーブ、学園イナ、シャドウムーンとかで OK です。続いて、エクシア、刹那 FCA。こちら、スキブ、火、水引き、泥鏡と3色とダブル吸収が役割です。スキブ、火力、弱化、ヘイスト注意して、自由枠ですね。ウルトナとか、リーチェとか、ミオンで OK です。続いて、本体代用のための役割です。括弧の中レア度ですね。まず、城之内。こちら、スキブ4で、レア度6で、エンハンスとダメージ無効が役割です。スキブ、攻撃現象に注意して、ダメージ無効で OK で、キメラとか、ドットダウン、ウルトラマンエース、シャア専用ザク、ローコー、バーンとかで OK です。続いて、パティです。こちら、スキブ2で、チーム HP と L 字とレア度8と、2ターンヘイストと6解除陣とダブル吸収が役割です。スキブ HP、L 字ロックに注意して、ダブル吸収で OK で、ブジャラティとか、ナミ、ヒドーナ、リュウ&ケン、アウズンブラ、ロイド、ギルガメッシュクル、ミズグレモリーで OK です。続いて、レオナです。こちら、スキブ6で、暗闇で帯で、回復ドロ強とレア度7と、消せない覚醒無効回復が役割です。スキブ暗闇帯弱化注意して消せない覚醒も高回復で OK で、ミリエラとかビオーネ、マルコ、なんとか、アーニャ、レギンレイブで OK です。続いて、カリンドラゴンですね。こちらスキブ2で火力枠でレア度9で2ターンヘイストとロック解除と無効貫通が役割です。これ交換所のキャラですね。スキブ火力ロック注意して無効貫通で OK で、ジンとかアメノムラクモ、キシベロハン、カーズ、ポルナレフ、トール、ロイド&フィオナ、デイトナ、リョーマとかで OK です。はい。ってことで、続いて、レベル13、やっていきましょう。さあ、続いて、レベル13、チャレンジやっていこうと思います。こちら、乱入来るんで、乱入来た場合は、2パンしてください。では、まず1階層ね、ウルトラ2体変身して、10連ガチャドラ撃って、カリンドラゴン撃って、パティ撃って、で、リーダーウルフデイトラ変身して突破していきます。はい。リダフレ変身。で、10連撃って、カリンドラゴン撃って、はい。で、最後、パティですね。はい。パティ撃って、で、リーダーウルトナ変身して殴っていきましょう。はい、行きます。回復四つ消し、水四つ消し、光、火、水四つ消しと。はい、OK です。
よし。これでもう突破していきましょう。はいと。よし。OK です。突破していきます。さあ、続いてです。続いて2階層です。2階層ね、ここ、フレンドウルフデイトナ打ってワンパンしていくんですが、今回は乱入が来ております。ギャウギャウと。はい。さあ、今回は2パンですね。乱入来た場合は2パンです。で、本来だったら、フレンドの方のウルトラ変身してワンパンでした。はい。ということで殴っていきましょう。はいと。よし。はい、削って、で、攻撃を受けます。はいはいと。よし。で、ウルトラ撃って、また殴っていきましょう。で、突破していきましょう。はい、いきます。さあ、四つ消し、四つ消し。で、はい、四つ消しです。はい、OK ですね。綺麗な盤面ですけど、はい、これでぶっ飛ばしていきます。はいと。よし。はい、OK、突破です。さあ、ってことで続いては3階層ですね。3階層こちら、カリンドラゴンを撃ってワンパンしていきましょう。はい。いきます。攻撃受けて、カリンドラゴンを撃ちます。はい。で、ウルトナを撃ちます。はい。で、倒していきましょう。さあ、いきますね。はい。水四つ消し、光四つ消し、火四つ消しと。で、あとは適当に組んでおきます。はい、OK です。よし。よしよしよし。はいと。いいですね。落ち込みも来て、これで倒していきましょう。はい、オッケー。さあ、続いては4階層ですね。4階層同じくまたワンパンしていきましょう。はい。オッケーです。私と遊びましょうってことで、はい。いきます。ウルトナ撃って、はい。殴っていきましょう。はい、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、オッケーですね。なんか私今、カリンドラゴンを撃とうって言った?言ったとしたら間違いですね。はい、言ったような気もしないでもない。よし。はい、今大丈夫です。撃たずに必要ないですからね。撃たずに突破してください。はい、オッケー、突破していきましょう。さあ、続いて5階層です。5階層ね、ここ、ウルトナ両方撃って、で、雪村撃って、いた町です。で、その後2パンしてください。はい。まずはこのね、ウルトナ、裏溜まっちゃうんで、撃ってあげて、で、雪村撃って、一旦待っていきましょう。はい。はいと。よし。で、雪村撃って、はい。で、1ターン待ちです。はいと。よし。1ターン待ち。はい。で、攻撃を受けます。よし。あとはね、ウルトナ撃って2パーするだけですね。はい。行きましょう。よしと。しっかりと、あ、水四つ消し、光も四つ消し、火も四つ消しです。はい、OK。さあ、これで削っていきましょう。で、2パーになります。さすがにここワンパン無理なんでね。ここは、はい、2パンしていきましょう。攻撃して、攻撃を受けます。はいと。よし。で、アレンドで軽減ループしながらロック解除。からの、はい、ウルトナ撃って、ぶっ飛ばしていきましょう。はい。さあ、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。さあ、光も四つ消しで、はい、オッケーです。これで突破していきましょう。いいよしと。はい、はい、はい。はい、オッケー。これで突破です。さあ、ということで続いては6階層です。6階層こちらパティ打って2パンしていきましょう。はいと。はい、はい、はい。さあ、パティ打って、ロック解除、陣。んで、ウルトナ打って、はい。いきます。はい、はい、水四つ消し、光四つ消し、火四つ消しと。はい、いいですね。いいよし。四つ消しと。いいですね。さあ。では、殴っていきましょう。ここもね、ワンパンではなく、ツーパンとなります。はい。いいよし。攻撃して、削って、で、攻撃を受けて、はい。で、ラストね、ウルトナ撃って突破していきましょう。はい。いきます。ウルトナ。で、四つ消しありますね。なかったらカリンドラゴンで6解除してくださいね。はい。では、殴っていきましょう。四つ消し、四つ消し。四つ消しと。はい、OK です。いいよし。はいと。これでおしまいです。よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムこんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、ウルトナに正宗、アレンドに10連、パティにメイメイトータス、レオナに雪村、カリンドラゴンに刹那 FCA、ウルトナに正宗です。
必要 HP は約200万ですね。HP 多いほど良いです。必要スキル29でバッチは HP。リダフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が10個、封印と雲と角色泥鏡が必要です。マサブネ、こちらマシンキラーと攻撃キラーとウェイが役割で、火力注意して火力盛りで OK です。ショーテルとかコピス、ファクト、クレイモア、学園アテナ、ミカゲ、ハルク、アキレウスとかで OK ですね。続いて10連です。こちらバインドスキブチーム HP、雲2ターン変質と覚醒無効回復が役割ですね。バインドスキブ HP、雲に注意して、覚醒無効回復プラス変質や威嚇で OK です。ランマとか、殺生丸、エルフリーデ、クリスマスタマドラとかで OK です。続いて、メイメイ到達です。こちらスキブと木、光、闇泥鏡とダメージ無効が役割ですね。これ、交換所のキャラです。スキブ弱化注意してダメージ無効で OK で、アマージュとかフローディア、ヒム、エイセイ、ウルザとかで OK です。続いてこちら雪村です。これ封印とチーム HP と2ターンヘイストが役割ですね。封印 HP に注意してヘイストや威嚇で OK で、10連、カリスマスタマドラ、チャコル、ヨメゼラ、ディノバルトとかで OK です。続いてエクシアです。刹那 F 戦ね。こちらスキブと火水キードロ鏡と3色とダブル吸収が役割ですね。スキブ火力弱化ヘイスト注意して自由枠でウルフデイトナとか正月リーチミオンとかで OK です。続いて本体代用のための役割です。カッコの中リアルです。まずアレンド、こちらスキブ4でチーム HP でレア度6でロック解除と軽減とエンハンスが役割ですね。スキブ HP ロック強撃現象に注意して軽減ループで OK で、ギデオン・ジュラ、チウ、タロウ、セッカ、ラベリル、グリゴリー、ミナカヌシ、ニューガンダム、ミズアテンとかで OK です。続いてパティです。こちらスキブ2でチーム HP と L 字とレア度8と2ターンヘイストとロック解除陣とダブル吸収が役割ですね。スキブ HP、L 字ロック注意してダブル吸収で OK で、ブチャラティ、ナミ、ヒドーナ、リュウ&ケン、アウズンブラ、ロイド、ギルガメッシュクル、ミズグリモリーとかで OK です。続いてレオナです。こちらスキブ6で暗闇で帯で回復泥鏡とレア度7と消せない覚醒無効回復が役割ですね。スキブ暗闇帯弱化に注意して消せない覚醒無効回復で OK です。ミリエラとかビオーネ、マルコ、飲めないやつ、アーニャ、レギンレイブとか、あとね、アルラウネ、オデドラとかで OK です。続いてカリンドラゴンです。こちらスキム2で火力枠でレア度9で2ターンヒーストとロック解除と無効貫通が役割です。これ交換所のキャラですね。スキム火力ロック注意して無効貫通で OK で、ジン、アメノムラクモ、キシベロハン、カーズ、ポルナレフ、トール、ロイド&フィオナ、デイトナ、リョーマとかで OK です。ということで、参考になったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、では続いてレベル14やっていきましょう。14、15はね、共通編成です。さあ、ってことで続いてレベル14やっていきましょう。こちらね、レベル15と共通編成となっております。はい。で、乱入出るんでね、乱入出た場合は通パンしてください。はい。ではね、まず1階層、リダフレ、ウルトナ変身して、アイアンマン撃って、で、カリンドラゴン撃って、で、雪村を撃っていきましょう。はい。で、リダフレ、ウルフデイトナ、まあ、さらに変身して、で、パティ、アレンド撃って、はい。よし、パティ撃って、アレンド撃って、で、ウルトナ撃って、殴っていきましょう。はい。で、ワンパンしていきます。はい。いきます。四つ消し敷いて、四つ消し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 と。はい。綺麗な場面ですね。これでぶっ飛ばしていきましょう。はい。によしと。はい。OK です。これで突破していきます。さあ、続いて2階層ですね。2階層こちら、ワンパンなんですが、今回は乱入来てるので、2パンとなります。はい。本来だったら、ウルトラ打って、普通にワンパンしてくれれば OK でした。はい。ということで、今回乱入なので、2パンしていきましょう。はい、四つ消し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 と。はい。OK です。さあ、ではまずは超根性まで削っていきましょう。はいと。よし。はい、削っていきます。はい。で、攻撃を受けます。ギャブギャブと。よし。では、ウルトラ撃って、殴っていきましょう。はい、いきます。さあ、四つ消し組んで、四つ消し組んで、四つ消し組んで。よし。はい、OK ですね。これで殴っていきましょう。よしと。はい、突破です。さあ、続いて3階層です。はい。3階層ね、あと1になったら殴るところですね。はい。こいつ4ターンですね。待ってくれるんで。はい。あと1まで1コンボしていきましょう。で、2パンです。はい。さあ、ウルトナ撃って、で、HP 回復しながら、盤面のね、暗闇消しときましょう。はい。よし。暗闇消すのはあんま関係なかった。よし。はいと。はい。
よし。さあ、今回はあれですね。前の回想で、スキルターン貯めれたんでね。ここ、あと1で突破じゃなくて、はい、もう削ってますね。はい、ということで、ウルトナ撃って、で、四つ消しして殴っていきましょう。はい、火四つ消し、水四つ消し、光四つ消しと。はい、OK ですね。さあ、では突破していきましょう。本来はですね、ここ、さっきも言った通りね、乱入来てなかったらスキルための関係もあるんで、あと1で殴ってください。はい。さあ、てことで続いて4階層でございます。こちらね、ウルトナ撃ってワンパンで OK です。でさっきの階層ね、待たずに突破してるんで、今回は指が短くなってますが、本来は指長いです。はい。では、ウルトナ撃って殴っていきましょう。四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。いい、よし。はい。では突破していきましょう。はい、よし。さあ、続いては、5階層です。5階層ね、ここ、カリンドラゴンなしで削った後に、カリンドラゴンありで2回殴ると倒せますね。はい。ってことで、いきます。はい、ルーレット、ウルトナを撃ちます。水属性の敵はね、ちょっと倒しづらいんですよね。はい、アレンドで軽減ルーパーしておきましょう。はい、OK ですね。さあ、殴っていきます。まずは、美削りから。よしと。カリンドラゴンを撃って属性を変化させちゃうと、微妙な削りになるんで、はい。先に削ってから、カリンドラゴンを撃たないと、削りづらいですね。はい。さあ。では、ウルトナを撃ちます。はい。で、カリンドラゴンを撃って、で、ウルトナを撃ちます。はい。よし。では、殴っていきましょう。さあ、ドロップ確認して。はい。四つ消しして。いい、よし。いいですね。これで削っていきましょう。はい。こちら、2パンです。はいと。よし。まあ、属性は変化しますと。はい。で、また、カリンドラゴン貯め直しなんでね。カリンドラゴンを貯めましょう。はい。さあ、ウルトナを撃って、で、1コンボしながら待っていきます。はい。OK ですね。待っていきましょう。よし。はい、待って、で、攻撃を受けて、はいと。さあ。で、またウルトナ撃って待っていきます。はい。よし。いいですね。さあ、カリンドラゴン溜まりましたから、カリンドラゴン撃ってね。で、ウルトナ撃って倒していきましょう。はい、行きます。カリンドラゴン。で、ウルトナも撃ちます。はい、OK ですね。では、殴っていきましょう。四つ消しして。はい、四つ消しと。いいですね。これで突破していきましょう。はいと。はい、OK です。これで突破していきます。はい。さあ、ってことで続いてラスボスでございます。こちら、2から3回待つね、カリンドラゴンなしで削ってください。で、その後、カリンドラゴンで削る、またはカリンドラゴン2発で倒せますね。はい。ってことで、ウルトラ撃って殴っていきましょう。はい。さあ、カリンドラゴンなしでね、まずは削ります。はいと。よし。はい、削っていきましょう。よし。で、攻撃を受けます。はい。で、またウルトナ撃って削っていきましょう。はい、いきます。アレンドで軽減ルーパー忘れずにと。さあ、いきます。火を告げし、光を告げし、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。さあ、削っていきましょう。よしと。はい、削っていきましょう。よし。さあ、一応カリンドラゴン溜まりますね。溜まってますね。はい。さあ、ではカリンドラゴン撃って、で、ウルトナ撃って、で、殴っていきましょう。はい、いきます。はい、火を告げし、光を告げし、水を告げし、光を告げししたいですね。光を告げし、愛ですね。よし。さあさあさあ、では殴っていきます。はいと。ただ、これだとね、さすがに倒せないんで、もう一回殴らないといけないですね。はい。さあ、残りましたので、あとはね、普通にシンプルな削りでいけそうですね。はい。ウルトナ撃って、しっかりと殴って倒しましょう。はい。よし。ウルトナを撃ちます。はい。四つ消ししていきましょう。火、四つ消し。んで、はい。光と水も四つ消しと。はい。OK です。よし。これで倒しておしまいにしましょう。はいと。よし。はい。ってことで、これで終わりです。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムこんな感じになっております。はい。
続いて、このままレベル15いきます。同じ編成なんでね。14と15は代用解説一緒にやるので、このまま15のプレイ動画いこうと思います。見てください、どうぞ。さあ、ってことでやっていこうと思います。チャレンジレベル15ですね。14と共通編成でございます。はい。で、乱入来た場合は、通パンしてください。はい。ではね、まず1階層、アイアンマン撃って、で、リラフレ、ウルトナ変身していきましょう。変身。で、さらに変身です。はい。そしたらね、パティ撃って、カリンドラゴン撃って、で、雪村撃って、で、リーダー変身して殴っていきましょう。はいと。よし。はい。では、リーダーを変身します。んで、はい、アレンドで軽減ループスタートね。はい、では殴っていきましょう。火、水、光、全部四つ消ししていきます。はい、OK でーす。さあさあさあ。よしと。はい、削っていきましょう。さあ、続いて。続いては2階層です。2階層ね、ここ、フレンド変身してワンパンしていきましょう。はいと。さあ、フレンド変身。で、はい、四つ消しして、四つ消しして、はい、四つ消しと。はい、オッケーですね。これで突破していきましょう。はい、よしと。はい、突破していきます。さあ、続いて。続いては、3階層ですね。3階層ね、ここワンパンしてください。で、耐久してもオッケーです。そして今回は乱入来てるんで、2パンになります。はい。まあ、本来はワンパンしてください。で、耐久してもできる。どっちでもいいよってところですね。はい。まあ、乱入来てるんで、今回は確定2パンになりますと。はい、OK ですね。しっかりと組んで、このまま倒しましょう。まあ、序盤でね、乱入来た場合は、終盤で来ないのでね。はい。まあ、嬉しくはないかな。はい。終盤で来てくれた方がちょっと楽になる可能性があるからね。まあ、いいでしょう。はい。攻撃を受けて、さあ、ウルトラを撃って、殴っていきましょう。はい、行きます。さあ、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。によし。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。いいよしと。はい、はい、はい。はい、オッケー。突破していきます。さあ、ということで続いてでございます。続いては4階層ですね。4階層パティ打って通パンしていきましょう。はい。いきます。パティを打って、で、ウルトナを打って、はい、いきましょう。さあ、四つ消しして、四つ消しして、はい。さあ、さらに、はい、四つ消ししてと。はい、オッケーですね。これで殴っていきましょう。よしよしよし。はい。まずは超根性まで削っていきます。はいと。はい、いいですね。もうまるで裏しろやってるみたいな気分になりますね。はい。さあ、ではウルトナ打って殴っていきましょう。はい、いきます。さあ、水四つ消しして、火四つ消し、光四つ消し、火四つ消しと。はい、オッケーですね。これで突破していきましょう。はい、はい、はいと。はい、オッケー、突破していきます。さあ、ってことで続いては5階層ですね。5階層、レオナ打ってワンパンしていきましょう。はい、いきます。レオナで消せない回復して、で、ウルトナ打って殴っていきましょう。はい、いきます。さあ、四つ消し。はい、四つ消し。んで、四つ消しです。はい、オッケーですね。これで突破していきましょう。よし。はい、オッケー、突破していきます。さあ、ってことで続いては6階層ですね。6階層超根性まで削った後2回削って、で、あと1で突破となっております。はい。さあ、行きます。まずは超根性まで削ります。ウルトラ打って、はい、殴っていきましょう。水四つ消し、火四つ消し、光四つ消しと。で、さらに火四つ消しして、はい、殴っていきましょう。よし。はい。で、超根性まで削っていきます。はい、はい、はい。はい、よし、削ります。で、この後ね、普通にシンプルに2回削った後に、あと1で突破してください。50% だってなんでね。はい、と。よし。さあ、ウルトラ打って、まずはね、微削りしていきましょう。はい、四つ消し、四つ消し、四つ消しです。はい、OK。光はね、温存しとくといいですね。5、4番目たまに欠損するので、まあ欠損しても死にはしないんですけど、削れなくなっちゃうので、はい、なるべくね、光は温存しとくといいですね。さあ、では、ウルドナ打って、はい、四つ消し、四つ消し、四つ消しで殴っていきましょう。はい、OK です。さあ。
で、50% あと2ありますね。はい。よし。できればあと1で突破したいので、ここで1コンボして。さあ、では、ウルトラ打って、殴っていきましょう。はい、いきます。はい、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。よし。はい、OK です。さあ、ってことで続いては7階層ですね。7階層こちらカリンドラゴンを撃ってワンパンしていきましょう。はいと。さあ、行きます。はい、今回はカリンドラゴン裏溜まっちゃってますね。はいと。よし。で、アレンド撃って。で、1コンボしてね、待っていきましょう。カリンドラゴン撃ちたいんでね、裏溜まっちゃってたんで、カリンドラゴン裏溜まってたの待ちです。はい。よし。まあ、3ターンなんでね、適当に1コンボしてればいいですね。はい、OK ですね。ってことで、カリンドラゴン溜まったんで、カリンドラゴン撃って、ウルトラ撃って殴っていきましょう。はい、カリンドラゴン。で、はい、ウルトラ撃って、突破していきましょう。はい、行きまーす。さあ、四つ消しして、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、いいですね。よし。はい、OK。これで突破していきましょう。はい、はい、はい。はいと。よし。はい、削っていきまーす。さあ、ってことで続いてです。続いては8階層ですね。8階層はここ遅延注意して、1、2ターン待ってからパティ打ってワンパンしてください。はい。いきます。はい。まずは1、2ターン待ちですね。遅延分回復させましょう。はい。で、パティ打って、で、ウルトラ打ってワンパンしていきましょう。さあ、いきます。火四つ消し敷いて、光四つ消し、木四つ消し、光四つ消し、水四つ消しと。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。よし。はいと。はい、OK、突破していきます。さあ、ってことで続いてですね。続いて9階層なんですけど、9階層ね、ここレオナ打ってワンパンしていきましょう。さあ、いきます。はい、レオナで覚醒無効を解除。ウルトナ打って、で、殴っていきましょう。はい、水敷いて、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、オッケーですね。さあ、殴って突破していきましょう。でね、木で L 字も組めたんで、6解除もできましたね。はいと。よし。さあ、突破していきます。さあ、続いてです。続いては10階層ですね。10階層ここ L 字組みながらワンパンしていきましょう。はい、6目覚めですね。ウルトナ打って、はい。で、アレンド打って、軽減ループ発動させて、殴っていきます。はい、さあ。四つ消しと、6解除の L 字しながら殴っていきましょう。はい、OK です。さあ、6解除しながらしっかりウェイも組んでね、それで倒していきます。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。はい、ということで続いて11階層ですね。11階層こちら、クルセイダー出た場合は10ターン待った後に満パンしてください。はい。めちゃめちゃだるいですね。で、ジャスティス出た場合はですね、カリンドラゴンを撃ってワンパンしてください。まあ、どっちみちでジャスティスでも待つのがおすすめです。はい。で、ウルトラなんで10ターン待つのそんな苦じゃないですね。はい。ウルトラ撃って、はい。待っていきましょう。はい。適当に1コンボと。はい。さあ、攻撃を受けて、はい。ウルトラ撃って、はい。さらに待っていきましょう。はいと。よし。で、また攻撃を受けます。ウルトラを撃ちます。はい、1コンボと。いいですね。さあ、全然苦じゃないですね、正直ね。ダメージもそんなでかくないんで。はい。適当にただ1コンボしていくだけなんでね。はい。さあさあ。ってことで1コンボして、また待っていきます。はい、よし。で、攻撃受けて、ウルトナ撃って、さらに1コンボですね。アレンド軽減ループ忘れないようにね。まあ、忘れても死にはしないですけど。はい、忘れないようにして1コンボと。はい、攻撃を受けて、はい、また1コンボしていきましょう。はいと。よし。さあ、ってことで、もう、ほぼなくなりましたね、ダメージ吸収ね。はい、ウルトラ撃って、さらに1コンボしていきます。はい。よしと。カリンドラゴンもね、裏溜まりそうなんで、先に撃っておきましたね。はい。よし。攻撃受けて、ウルトラ撃って、1コンボです。はい。さあ、やってることはね、結構ね、しんどいんですけど、時間的にはそんな経ってないですね。一瞬で耐久終わりましたね。はい。ってことで、ラスト、最後、1コンボして、耐久終わりです。はい。オッケーですね。さあ、では突破していきましょう。ウルトナ打って、四つ消しして、削っていきます。はい、光四つ消し、火水も四つ消し、火四つ消し。はい、オッケーです。
さあ、で突破していきましょう。はいと。いいよし。はい、突破です。さあさあさあ、ってことで続いては12階層ですね。12階層はこちら超根性を持ってるんで、超根性まで削った後、一旦待ってから突破してください。はいと。さあ、まずはウルトナ打って、超根性まで削っていきます。でね、アレンドでデバフ回しながら軽減ループも戻すと。で、水敷いて、火を告げし、光を告げし、火を告げし、光を告げし。はい、OK です。さあ、で、超根性まで削っていきましょう。はいと。よし。はい、削ります。よし。で、攻撃を受けます。はいと。よし。さあ、でね、これ 90% だって削りきれないんで、一旦待ってください。ウルトラ打って、1コンボとかで OK ですね。適当に。はい。よし。さあ、でね、盾なくなるんで 90% 盾はね。このまま突破していきましょう。ウルトナ打って突破です。はい。さあ、ウルトナ打って、はい、殴っていきましょう。四つ消しして、んで、はい、四つ消しして、四つ消しと。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。はい、はい、はいと。はい、OK です。これで突破していきます。さあ、ってことで続いて13階層ですね。13階層こちらレオナ打って通パンしていきましょう。はい、行きます。さあ、レオナ。で、ウルトラも打って。はいと。さあ、通パンしていきましょう。四つ消しして、四つ消しして、二四つ消しと。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。はい、はい、はいと。はい、OK です。これで突破していきます。いいよし。あ、まだでした。2パンでした。はい。もう一回殴ってから突破でした。はい。ウルトナ打って、もう一回殴って突破していきましょう。はい。四つ消し、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 四つ消しと。はい。OK でーす。これで突破していきまーす。2よし。はい。OK。突破です。さあ、続いて14階層でございます。14階層ね、ここ2から3パンして倒してください。はい。よし。さあ、いきます。ウルトナ打って、これワンパンすることはないんで、しっかりと組んじゃって大丈夫ですね。はい、火四つ消し。で、水も四つ消し組みたいねって。はい、OK です。さあ、四つ消し三つ、十コンボ。はい、OK。殴っていきましょう。はい、よし。さあ、で、一回目でね、こんだけ削れれば、次で倒せそうですね。はい。さっきね、ちょっと場面良かったからね。はい、では行きます。四つ消し組んで、四つ消し組んで、で、光も四つ消しを組みたいと。OK。さあ、ではこれで突破していきましょう。よし、別に3パンになっても大丈夫です。はい、OK。さあ、続いては15階層でございます。15階層ね、ここ、カリンドラゴン2回で倒してください。さあ、行きます。はい、まずはカリンドラゴンを撃って、で、ウルトナを撃って殴っていきましょう。はい、行きます。さあ、はい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 、四つ消し組んで、で、四つ消しして、はい、で、四つ消しと。はい、オッケーです。よし、さあ、殴っていきましょう。よしよしよし。はいと。はい、削っていきまーす。さあ。で、覚醒向こうね。はい、レオナで返して、で、ウルトナ撃って、はい、待っていきましょう。はい、カリンドラゴンバッチですね。はいはいはい。さあ、2ターン待てばね、帰ってくるんで、はい、辛抱強く待ちましょう。攻撃を受けます。はい。ウルトナ打って、適当に1コンボと。よし。はい。さあ、ではここでね、カリンドラゴン溜まるんで、カリンドラゴン打って突破していきましょう。はい、行きます。カリンドラゴン。で、ウルトナ打って、はい、行きましょう。さあ、はい、光四つ消し敷いて、火四つ消し、水四つ消し、はい、で、光四つ消しと。はい、変なになりましたね。はい、OK です。で、殴っていきましょう。よしと。はい、OK です。さあ、ってことで続いては、ボスでございます。16階層ですね。まず、L 字、組んでください。で、50% 超えるときはね、メイメイ打ちましょう。で、50% 後は、レオナ、打ってください。はい。さあ、ウルトナ撃って。よし。さあ、殴っていきましょう。
よーし。はい、四つ岸して、で、6解除の L 字ですね。さっきも言った通りね、L 字最初に組んでください。はい。で、はい、まずは殴ります。はい、と。いいですね。で、削っていきましょう。よし。で、半分後ね、レオナ打ちたいんで、レオナ打てるタイミングで行った方がいいですね。はい。さあ、ってことで、メイメイを打ちました。で、ウルトラも打ちます。はい。では、行きましょう。さあ、火四つ消し敷いて、で、水の四つ消し、で、木の四つ消しと。はい、OK ですね。さあ、これで半分持っていきましょう。まあ、持っていけなくてもね、別に2ターン継続なんで、メイメイが。まあ、大丈夫です。はい。さあ、まあ、今回は持っていけましたと。で、覚醒向こう飛んできますから、ここね、レオナで返していきましょう。はい。よし。さあ、ウルトナ撃って、で、レオナを撃ちましょう。はい、OK です。さあ、では突破していきましょう。しっかり暗闇を確認して、はい、水四つ消し、火四つ消し、光四つ消しと。はい、いいですね。これで突破していきましょう。はい、はい、はいと。はい、オッケーです。さあ、ではこれで突破していきます。はい、オッケー。さあ、ということで続いては、はい、17階層でございます。ラスボスですね。こちら先制と 50% 後の全員ヘイストに注意してください。はい、全員ヘイストが来ます。で、ダメージ吸収はなくても削れますね。で、属性吸収はエクシアかパティ打って対応してください。で、マサムネ2発メイメイ打ってアイアンマンウルフレイドの1で削ってください。はい。マサムネをまずはリダフレ打っていきます。で、はい。メイメイ。メイメイ溜まってないですね。パティのらね。はい。で、アイアンマン打ってウルトラ打って殴っていきます。はい。さ、行きましょう。はい、今打ったのは、これはエクシアですね。エクシア打ちました。で、アイアマン。打って2ターンヘイスト。はい。さあ、では殴っていきましょう。あ、ウルトラね。打って大丈夫です。はい。さあ、ウルトラも打って、はい、殴っていきましょう。よしよし、四つ消し、四つ消し。で、光も四つ消し。はい、で、水も四つ消しです。はい、いいですね。これで削っていきましょう。よしよしよし。はいと。さあ、削っていきます。はい、攻撃を受けて、んで、殴っていきましょう。はい。さあ、これ、メイメイ撃ちましたね。で、ウルトラを撃ちます。で、殴っていきましょう。さあ、いきます。はい。雪村撃ってね、2ターンヘイストもかけましたね。さあ、いきます。暗闇しっかり確認して、はい、水敷いて、はい、OK ですね。さあ、四つ消し組んで、四つ消し組んで殴っていきましょう。よし。はい、はいと。はい、削っていきまーす。よし。さあ、で、攻撃を受けていきましょう。よし。さあ、またウルトラ撃って殴っていきましょう。50% 立てなんでね。50% 立ては結構しんどめではありますが、殴っていきます。はい、四つ消しして、四つ消しして、四つ消しして、はい、OK です。さあ、では殴っていきましょう。よし。はい。はい、OK。削っていきます。まあ、50% だったから、あんま削れてないけどね。はい、はい。では、また攻撃を受けて、50% 立て、ウルトナ撃って殴っていきましょう。はい、行きます。さあ、はい、四つ消しして、四つ消しして、四つ消しして、四つ消しと。いいですね。これで削っていきましょう。まあ、50% 立てなんでね、削れないですけどね。はい。よしと。さあ、削っていきます。でね、最初に言ったんですけど、50% 後に、またね、全員ヘイスト来るんで、先ほどと同じように戦ってください。はい、いきます。ウルトラを撃ちます。はい、アレンドで軽減ループもしておきます。で、殴っていきましょう。はい、四つ消しして、四つ消しして、四つ消しして、四つ消しと。はい、OK です。さあ、では削っていきましょう。これでやっと半分いきますね。で、全員ヘイストがまた来ます。はい、よし。ヘイスト来ます。よし。さあ。でね、また、マサムネとか溜まっちゃうんで、マサムネとかから撃っていきましょう。はい、まずは、リダフレマサムネを撃って、はいと。よし。
で、あとはね、もうお好きにどうぞって感じなんですが、まあ、アイアマンとか打ってね、火力上げてもいいし、メイメイ打って、はい。で、はい、アイアマン打って火力上げて、はい、ウルトラ打って殴っていきましょう。では、行きます。はい、さあ、四つ消しして、光も四つ消し。はい、水も四つ消しと。はい、いいですね。これで削っていきましょう。はいはい。よし、で、あとはね、50% だって連打されなければ結構削りやすいんで、まあ、サクサクと削っていきましょうって感じですかね。はい。さあ、攻撃を受けます。はい、ウルトナ打って、で、はい、雪村打って、で、エクシア打って、で、ウルトナもう一体打てますね。はい。さあ、では殴っていきましょう。よし。いきます。さあ、水四つ消し、光四つ消し、火四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい。さあ、火がくっついてしまったが、このまま殴っていきます。よし。まあ、ダメージ吸収もしてるし、ウルトラモニター打ててるんで、だいぶ削れましたね。よし。さあ、攻撃受けて、もう一回ウルトラ打って、殴っていきましょう。はい、四つ消し。四つ消し、四つ消し、四つ消し。はい。OK ですね。はい、OK。ってことで、これで削っていきましょう。はいはいはい。よし。あと一般ぐらいですかね。これ入れずに。はい。あと一般ですね。さあ。では、ウルトラ打って、もう一回殴っていきましょう。はい。いきます。属性吸収来てしまったんで、ここパティで属性吸収対応して、ウルトラ打って、殴っていきましょう。はい。水四つ消し、光四つ消し、火四つ消し、光四つ消し。はい。回復四つ消しして、はい。全部四つ消しと。OK ですね。はい。ということで、これでおしまいでございます。まあ、メノアはただ削るだけでしたね。はい。ってことで、以上です。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、レベル14、15、共通編成なんで、どっちもの代用解説、やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、ウルトナに、マサムネ、アレンドに、アイアンマン、パティに、メイメイトータス、レオナに、ユキムラ、カリンドラゴンに、刹那 FCA、ウルトナに、マサムネです。継承は全部スキルベ1で OK で、HP プラプラが2つついてます。必要 HP は約200万。HP は多いければ多いほど良いですね。必要スキム27で、バッチは HP です。リダフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が11個、封印と雲と角色泥鏡が必要です。マサムネ、こちらマシンキラーと攻撃キラーとウィーが役割です。火力注意して火力盛りで OK で、学園アテナ、ミカゲ、ハルク、アキリウスとかで OK ですね。続いてアイアンマンです。こちらスキブとチーム HP と雲と2ターンヘイストが役割で、スキブ HP、雲に注意してヘイストで OK です。同じく雪村、こちら封印とチーム HP と2ターンヘイストが役割ですね。封印 HP、注意してヘイストで OK です。アイアンマン、雪村、これともに10連とかメビウスとか徳川和也、マーメイド、ボンドとかで OK です。続いてメイメイトータスですね。こちらスキブとキー光、闇泥鏡とダメージ無効が役割です。これ交換所のキャラですね。スキブ弱化注意してダメージ無効で OK で、アマージュとかフローディア、ヒム、エイセイ、ウルザとかで OK です。続いてエクシアです。刹那 FCA ね。こちらスキブと火、水、キードロ鏡と3色とダブル吸収が役割ですね。スキブ火力弱化ヘイスト注意して自由枠で、ウルトナとかリーチェ、ミオンとかで OK です。続いて本体代用のための役割です。カッコの中レアルですね。まずアレンド、こちらスキムリでチーム HP でレア度6で6解除と軽減とエンハンスが役割です。スキブ HP6、攻撃現象に注意して軽減ループで OK で、ギレオンジュラとかチュウ、タロウ、セッカ、ラビリル、グリゴリー、ミナカヌシ、ニューガンダム、水アテンとかで OK です。続いてパティです。こちらスキブ2でチーム HP と L 字とレア度8と2ターンヘイストと6解除陣とダブル吸収が役割です。スキブ HP、L 字ロック注意してダブル吸収で OK で、ブチャラティとかナミ、ヒドーナ、リュウ&ケン、アウズンブラ、ロイド、ギルガメッシュクル、ミズグレモリーとかで OK です。続いてレオナです。こちらスキブ6で暗闇で帯で回復泥鏡とレア度7と消せない覚醒無効回復が役割です。スキブ暗闇帯弱化に注意して消せない覚醒無効回復で OK で、ミリエラ、ビオーネ、マルコ、なんとか、アーニャ、レギンレイブ、アルラウネ、オデドラとかで OK です。続いてカリンドラゴンです。こちらスキューブ2で火力枠で、レア度9で、ヘイストとロック解除と無効貫通が役割です。これ交換所のキャラで、スキューブ火力ロック注意して無効貫通で OK で、ジンとかアメノムラクモ、キシベロハン、カーズ、ポルナレフ、トール、ロイド&フィオナ、デイトナ、リョーマ、
究極龍馬とかで OK です。はい。ということで、以上です。もしよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。